おぎん、片田です。今日はですね、前々から気になっとった渋い渋いお店があるんで、そこ行ってきます。うどん屋さんかな、蕎麦屋さんか定食屋さんか、よう分かりませんけど、宮古っていうところです。最寄りは山陰かな。で、詳しい場所で言うと西王子松原です。ここは西王子松原の交差点を西へ行きます。で、ぐーっとまっすぐ歩けばすぐお店があります。ここから150メートルぐらい、松原通りを3分ぐらい直進か。僕ね、このお店も気になってんねんな。ちょっとそれますけど、このね、この上の海鮮居酒屋ランランっていう、ここね、多分夜しか営業してはらへんねんな。気になるわ。ここも美味しいよな、菓子職人。この菓子職人っていうケーキ屋さん、何食べても美味しい。めちゃめちゃ好き。お店これです。渋いでしょ、麺みやこ。何が美味しいんかな。鍋焼きとか天ぷらとかあるけど、入ります。どうも。今お茶持ってきますね。はい、ほい、お品書き見ていきます。こっち麺類ですね。うどん、そばに始まり、いろいろあるんですけど、カレーの種類が3種類あって、揚げカレーうどん、カレーうどんで、海鮮カレーうどんっていうね。で、裏側が丼物、お吸い物付きです。これもね、ちょっと魅力的なのがいっぱいあるんですけど、で、下の方が麺類の定食ですね。で、左側が季節物。これ決めれ、悩ましい。ごめんね、お店すみません。ありがとうございます。はい、何が人気とかあります？初めて来るんですけど。あ、そうですか。はい、何やろね、もうみんなバラッバラで言うところ。バラバラ。カレーうどんとかも人気ですか？人気です。あ、なら海鮮カレーうどん。はい、海鮮カレーうどん。はい。あと丼物。これミニとかはないんですよね。ミニ行けます。あ、そうなの。はい、どれでも。なら親子丼のミニ。親子丼のミニ。海鮮カレーうどんと親子丼ぶりのミニで。はい。はい、お願いします。確認できるだけで。大きにおばちゃん3人になる。ここにこんだけ使うから、もう足りんくなってる。日本しかない。はい、お待たせしました。海鮮カレーと親子丼ぶりミニのセットです。どうぞ。来ました、海鮮カレーうどん700円と親子丼ミニ。これあらかじめ山椒がファってかけられてますね。で、こっちカレーうどん。カレーうどんは、ホタテ、アサリで小エビが入ってました。はい、で、豆腐とお漬物。食べていきます。まずはおうどんから。もうね、出汁の香りがふわーってして、もう店内もね、もうこれ届く前から出汁の香りがふわーって漂ってます。麺は、まあ、京都の麺って感じで、やわやわ柔らかいおうどんです。昔はね、この柔らかい麺があんま好きじゃなかったんですけど、なんか最近好きになってきました。で、カレーはお出汁のうまみがバチって効いてるんですけど、カレーのピリッとさもしっかり効いてて、めちゃめちゃ美味しいです。で、次親子丼。これもね、もうカレーうどんと同じくお出汁のうまみがもうえげつないです。で、このお店の口コミ見ても、もうとにかくお出汁が美味しいって書いてあるから、もうベースが美味しいから、もうどれ食べても美味しいんやと思います。
僕ね、あの確認できるだけで大きにおばちゃん3人いらっしゃるって言ったんですけど、結果的に4名言い張りました。全員大きにおばちゃんで、2人は姉妹って言ったかな。で他はあのご近所さんでなんかこう回してるみたいに言ってたかな、はい。でこの宮古っていうお店は今はこの1店舗しかないみたいなんですけど、昔は別の店舗もあったみたいです。なんかのれん分けかなんかで、はい。でも今はこの宮古っていうのはこの店舗しかないっていうお話でした。いや正直ね、この外観のレトロさ風情とか考えた時に、もっとあのガチおじいちゃんおばあちゃんのお二人とかでやってる、もうあまり儲けとか関係なしに人生を楽しむために営まれてるというか、なんかそういった食堂うどん屋さんかなって勝手に思ってたんですけど、もうガチガチの現役で会社員の方で満席でしたね。で思ったより倍の店の広さ、奥行きがすごくてそうびっくりしましたけど、親子丼ね、あのお米が結構ね出汁で浸ってたんですよね。で僕あのこういう、まあ、牛丼とか親子丼とか、まあ、丼物ですね、あのお米があのつゆで浸ってるのあんま好きじゃないんですけど、だから牛丼屋さんとか行ってもつゆ抜きで注文するぐらいの感じなんですけど、でもここのはねお出汁が美味しすぎるから、もうつゆが結構浸っててもむしろありがたかったです、はい。めちゃめちゃ美味しくいただきました。で何よりもね、やっぱおばちゃんおかみさん、もうすみません、相手おばちゃんってもう統一させてください。おばちゃんの接客がもう気持ちいいって気持ちいいって。お水はない。あ、ない。ごめんなさい。こっちから入れる。すみません。カニね。カニね。すぐ大きいおばちゃんなんですよね。はい、カニね。申し訳ないです。ありがとうございます。だからね、今回めちゃめちゃ美味しかったんですけど、仮に口に合わなかったとしてもこれ通いたくなるようなそんなお店の雰囲気、接客、大きにおばちゃんでした。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。1310円です。すいません、ありがとうございます。可愛らしいでしょ。僕のキャラクターなんです。あ、そうなんだ。2000しかなくて、はい、もしもしすごいな、これ壊れたらもうないんやって、690円。ありがとうございます。どこが10円、20円、30円、40円って、すげえ、初めて見た。したら出てくる。ありがとうございます。めっちゃ美味しかった。